さて皆さんどうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。えー、レック専任講師の宮口と言います。本日は何の動画かと言いますと、えー、エルゼミスペシャルってやつですね。えー、エルゼミスペシャルですわ。あこれこうきて書いてるけどね。あのー、まずこれからいこうかね。 「エルゼミスペシャル」はね、あのー、私と安西先生がコンビでやるっていうところが特徴的ですね。うん、まああのー、今ちょっとね私の手元にパンフレットがないんでね、あのーまあ、特徴私の方で記憶の限り言いますとねあ他の先生のゼミはみんな一人で教えるんですよ。ね。 別にこれがわ悪いとか言,言わないんですよ全。全然それはそれで構わないですけど、まあ、私がやるこのエルゼミスペシャルだけはね、ああの私と安西先生のコンビでやると。うん、メリットとしては何だろうね、うん、メリットは、あまあ、2人の先生が教えますんでね、えー、私が疲れないというメリットがありますよね。毎週教えてると 疲れますけど、交代交代で教えるから疲れないというね。あ、それはそれはあれか、受験生にとってのメリットではないですね。私にとってのメリットだからね。受講生にとってのメリット、あ,ありますよ。えー、例えば、仮に私と折り合いが合わなくてもね、安財先生と折り合いが合えば、あ安財先生に質問すればいいじゃないですか。ね。で逆に安財先生と折り合いが悪ければ、俺に質問できるじゃないですか。 ね、ところが一人の先生だともし折り合いが合わんかったらねまあちょっとねところが我々2人でやってますからまあ,あの両方合うのが一番いいんですけど仮に合わなくてもねあ宮内先生だったら質問しやすいなと、ね、安西先生の方が定まさしみたいな雰囲気だからやさそうだなと。 ねまあ、実際はどうか知らんけどね見かけ上ねあまあいろいろあるわなえー、じゃあ次の特徴としてですねあ,あのー、そうだなエルゼミスペシャルっていうぐらいだねだからねやっぱり歴史が長いねあ、あのー、非常に長いです一番長いじゃないですかエルゼミスペシャルねうーん。 まあ、集客人数も多いですよ。うん非常に多いですね、えー。合格実績も素晴らしいもんがあるね。うんそうそう。であとね、えー、そうそう前期と後期に分かれとってあ前期は俺が全部教えるわ。あ,あ、あの「エルゼミスペシャル」の前期はね、まあ、俺が全部教える。で問題も俺が全部作る。うん。 で何に主眼が置かれているかというとやっぱりこの「エルゼミスペシャル」はねあの他の「エルゼミ」もそうなんだけど、えー、やっぱり中級から上級を意識して、えー、その受験生のターゲットを、ね、対象にしてますからあのどうしてもやっぱりこの難易度がこう高くなってきます。えー だから、まあ、その、えー、難易度の高さについてこれるように「あエルゼメスペシャル」の前期では私がある程度その基,礎基礎力も、えー、身につけながらその上級的な問題にも対処できるようなその知識とそれから大把握力をお身につけていけるような。 そういう問題を作って、えー、皆さんにあの出しあの出題します。えー、で本当にその最初の第1回目というのは全体的なその講義になりますね。まあだから最初の第1回目は答案は書きませんわ。私が皆さんに書き方を伝授しますから2回目以降からそのね、えー 書き方に沿って答案を書いていただき出してくれればそれで良しということになるわけですねはいはいそしてねそうだここに見えておりますエルゼミスペシャルのその出資対策ねこれがねなかなかいい講座なんですよこれ去年だけどね2-3ってなっとるけどあの当然ねモデファイしてあの2-4になるからねこれね。 あ2024になりますから心配せんでいいよあのあの中身もブラッシュアップしますからねただあのあの大体似てますからほらこういうふうにねまずは産業上の利用性からねほら出資とかねいいでしょほら出資ばっちりそれでね口述の問題も出てるんですよほら見てくださいこれはねえー、っと29だけに平成29年まあそれはたまたまやけどね 平成29年口述の問題ねのっちょるやろほら特許さん前とはどういう意味ですかねほらちゃんと出典も示してるんですよ公然とはどういう意味ですか帆布とはどういう意味ですか観光物とはどういう意味ですかってねうん出典もちゃんと示してるところがいいわなはいでも口述対策も意識してるだからまあ翌年の口述試験に役に立つということやねああそういうことですわ ね、進歩性もねあの趣旨がね新作運バージョンと青本バージョンが載っちょるしねあで論理付けの話も分かりやすく書いとるねこれねあのこうやって塗っていくよ今俺が塗るけどねあのほら進歩性があ否定される方向に働く諸事実としてねあ主発明に、えー、副は引用発明に副引用発明を 適用する動機づけ設計変更様子集めそういうのは論理づけができやすいでその一方であ進歩性が肯定される方向に働く要素として有利な効果とか阻害要因があるわ、ね、ほらこういうふうにプラスの要素、ね、黄色で塗りマイナス要素青で塗る分かりやすいねおおねまあ粗原骨よ まあ、蛍光ペン学習というのが特徴的だからね左の脳だけじゃなくて右脳もこう活性化しながら進めていくというやり方を取っとるけんね判例もところどころ出てくるわほらドキセピン誘導体事件ねあ語呂合わせも教えるからレイヤ・フナレナ・ドキセピンねレイヤ・フナレナ・ドキセピンねああまあ中身もちゃんと教えるからね あでこうやってほら例題も出してるわね生じ霊対策的なほらあまあこのぐらいの例題ねこれはまあ,あの自学自習用だから別にゼミでは扱わんと思うけどまあこういうね自学自習用としてのテキストとしては非常にこのね有用性あが高いわけです非常にこう。 完成度の高いね。適当になっちゃうわけですよ。条文ものっちょるしね。うん。えー、ほらああ、法のね。4条3項が正しがきはできるんですよね。ちょっと読んでみましょうか。正し同一、または類似の意匠について3条1項1号、または2号に該当するにえー至る起因となった。意匠登録を受ける権利を有するものの。 当該以上の行為があった時はあその証明書の提出は当該2以上の行為のうち再選の日に行われたものの一の行為についてすれば足りると。ね、あだから、えーとね、このテキストもちゃんとね意証法の意証法も載ってるんですよほら。ねいいでしょうだからここはねあの皆さん安心してくださいちゃんと改正したやつを載せますから。 え、どこでしたっけあれちょっと待ってよ衣装法衣装法の四畳が載ってないね後ろの方にあるのかな衣装法あ,ありましたほらね今現状こんな感じですけど この4乗参考がね、えー、今見せたように正しがきができますからあのー、ちゃんと改正に対応しますよ。あーつまり R5 改正にも対応するとねちょっとあの約束するために書いてみますから、ね、R5 改正に対応すると。 ねえだから安心しさいね、えー、今私がこのビデオを撮ってる段階ではねああの情報がちょっと乏しいもんですから経済産業省のホームページもねちょっといま一丁でしたけど、うん、まあそんなところですよいずれ情報がねどんどん入ってきますからあそれに対応して条文テキストもね直しておきます、えー。まあそんな感じかね であとはね、そうだね、まあ、私とあの安西先生のコンビで行くんだけどね、えーまあ、ちょっと答案の取り扱いを言っときましょうか。えー、っと、まあ、皆さん、ゼミとか答連定、答案を改て出すわけです。で、あの、まあ、例えば今日ね、今日、はい。 はいスタートつして答案書きますよ。で書き終わりました。はいすぐすぐ出しますよね普通普通すぐ出すと思います。とのところがすぐは出しません。ええー。一回復習しなさいんでかというとあの多分出来が悪いんで <laughs> 失礼なこと言うね。出来は悪いからあの出来の悪いままほったらかしにすると実力つかないんですよ。だから書くでしょ。 法案そのまま持ってていいからで解説講義聞くでなるほどこう書けばよかったのかでその後書いて出せばいいんですよ。ねそうすると軌道修正されたつまりアップデートされたあのものがあの自分の頭の中に定着するんですよ。とはいえとはいえあ早く出した人もおるやろあそれはあのー、出していいですよどうぞどうぞ。 出してくださいあのどうしてもあの今の現状の自分を評価してほしいっていうんであれば出してください私にね。はい、であの安斎先生はあの安斎先生の考え方があると思うんであの動画見てください、ねうん、私は今言ったように原則やっぱりあの持ち帰って復習して翌週に答案出してくれと言いたいのだがあの自分の現状の実力をあのよかろうが悪かろうが悪かろうが 何点ぐらいいいいか知りたいとういう人もいるだろうそういう人は出してもいいから、うん、その代わりあの悪い点数が来ても文句言わんでくれよ。ねえー、であとね「エル、あのー、ゼミスペシャル」はねなかなか、あのー、海外の人にも人気があるんだよね。か海外のし人に人気があるってそれどういうことですかとが外人に人気があるんですかいや、まあ、そういういことじゃなくて その結構ほら日本人で海外に出張する人とかもおるやん。なあまあそういう人にも親切に対応するからああの答案をメールで PDF で添付して送ってくれればちゃんと、あのー、返すしね PDF であーメールで質問してもいいしねあのそういうこともやっちゃおります。えー とにかく、あゼミというのはやっぱりその参加者が満足していただけるようにね、あ,あのやっていきたいんでね。うん、そういうところだね。うん、だからあーまあ普通のゼミと違うのは二人三脚であると二人の先生が教える。他のゼミにない特徴だよね。そしてこの一行問題対策も。 バッチリだぜっていうところと改正にも対応するぜあそして海外とか,あのか、まあ、海外じゃなくてもいいんだよあの九州とか四国とかね北海道とかねそういうところからああのそういうところにいながら受ける人もいるとあ講義もあの、えー、欠席ウェブフォローを何とかするわあの月曜日にやるんだよエルゼミスペシャルはね だから他のゼミはね土曜とか日曜にやっちょるからまあ逆にあのうもうその日に出あんとねだめなんだけど「L ゼミスペシャル」はね月曜日マンデーにやるからあやっぱりマンデーというと仕事の人もいるからまあ仕事の人はほとんどだから逆に出れない人もいるだろうということで欠席ウェブフォローをつけますか からね、まあそういうこともあってそれが構想してあるとはねこれはあのー、まあメリットかデメリットかわからんだけどエル、あのー、ゼミスペシャルって歴史が長いからね OB 会が結成されてるんですよ。であのコロナの前は毎年のように OB 会によるあ飲み会が行われてたんですが懇親会というか OB 会というかね、まあ、それにあ現在のゼミ生もこう参加して親睦を図るみたいな、まあ、ここ最近やってないねもう45年コロナのせいでねでようやくここに来てコロナ禍が過ぎてまあそろそろまたやってもいいのかなという雰囲気になってるけどねこれはちょっと約束できないし。 別にその実力をアップさせるためのものではないからねまああのイベントとしてそういうのもやるかもしれんぐらいにとどめておいてくださいねあの結構ねあのエルゼミスペシャル OB なかなか魅力のある便利士が揃ってますからねうんそうですねまあいろいろ面倒見てくれると思うよその就職にしても。 実務にしてもね、口述とかの面倒とかもね、見てくれると思うんで、まあそんなところかね、ああ。いや、それにしても、このテキストよくできてるわ、これ。うん。これ、これあれか、防護の更新ほら、なんかずっと、ね、しっかりしてるよね、これ。これいいわ、これ。うん。非常にいいね。で、なんか、 東安構成も空欄補修型の問題ではあるしね。いいですよ、俺。俺だったらウケるな。俺ならこれ、エルゼミスペシャルウケるよ、ぜひ。いい講座って感じ。まあ、そんなところですね。はい。じゃあ今日はあこの辺で終わろう。ね。えー、これで、まあ大体特徴は分かったと思うし、えー、まあ、 教える講師もこんな感じだしねまあ安西先生がどんな感じか動画見,見てくれれば分かると思うからね、うん、それでいいですか、うんまあ、全部で3時間で収まるようにするからね、うん、これがだいたい前期がね7回ぐらいです前,前期7回ね。 後期は二二十六回か七回ぐらいだったと思います。まあいずれパンフレット出ますから、それ見てくれればいいのかなと思いますね。ね、あ、これ大事なこと言わないか最後に。それで前前期を受ける人はあのその論文試験に受かるか受からないかの段階で出ますよ。で、あ。 前期が終わったちょうどそのぐらいで合格発表が出ます。で受かった人はあ,あの大丈夫です。ちゃんとお金返すから大丈夫よ。返します。ね。つまり、えー、あの前期七回、後期二十六回ぐらいあるやろ。あ、う、あ、ん。でお金はとりあえず全部払うんだけど、最初の七回だけは受講してますから。 その7回を差っぴいた残りの分は戻ってきます、えー。合格すれば。つまり合格者返金制度もバッチリ。その辺も安心材料だね。ええー。だからあ結果を待つまでもなくあ受講してくれよと言えますね。はい。じゃあエルゼミスペシャルの説明。 宮口バージョンを終わりたいなと、このように思います。それでは皆さん、ぜひエル、えー、ゼミスペシャルで来年の合格を勝ち取ろうぜ以上です。